各地のマスコットキャラクターによる相撲大会が開かれ、今年も白熱した戦いが繰り広げられました。津軽市のイオンモール津軽柏に集まった多くの観客。県内各地から集まったマスコットキャラクター18体による相撲大会です。取り組みはトーナメント戦。子どもたちから大きな声援が送られる中、ゆるく可愛らしい見た目からは想像しにくい白熱した戦いが繰り広げられました。そしていよいよ決勝戦。西は十和田権坊、十和田氏。スレンダーなボディで長い手足を駆使し、初出場にして去年の優勝者をあっさりと倒した強者です。東にはツルリン、鶴田町。去年準優勝の実力者は愛らしい表情で相手に突進する体当たりスタイル。ここまでの全ての取り組み圧勝です。18体の頂点に立つのは果たして。勢いよくつかみ合う両者。アイドルを夢見るツルリンは可愛らしいビジュアルをしっかり守りながらも体当たりスタイルを貫きますが、力強い押し出しにかなわず、十和田権坊が初出場にして初優勝に輝きました。優勝おめでとうございます。はい、腕と足が動きますので、こうひねりとかそういったところで、技を使いながら押しながら頑張りましたと言っています。細いけどなんか強いことところがかっこいいなって思います。準優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ライバルのみんながすごくパワフルで、圧倒的なので、それに負けないようにツルリンも体当たりで、一生懸命頑張りました。すごい意欲で突進してきてびっくりして、ボブンクが勝ったのはちょっと悔しいけど楽しかった。この大会は9回目で、来年9月にも開催される予定です。